いやいやいやもう食いしん坊ですね。食べるスイカいただけます。お塩持ってきて。よう分からんわファッションのことは。この間ね、はい、国分太一がね、うん、TOKIO のコンサートあるから、はいはい、来てください。ほんで行ってきたんですよ。まあすごい1万人ぐらい入ってんねや。おもうすごいで、ね、みんなほんまにペンライト持ってこられた。あれもうやっぱアイドルですからね。アイドルやしこうミュージシャンやから、あれあんなんできん。お笑いライブなんかあれへんや、うん。ものすごい声出てんのに永瀬君とか声がちっちゃいんだ。いやめっちゃ出てるやん。ただ俺ら座ったとこが関係者席やって、うん、みんなこうして座ってるわけ。俺もなんかやりたいね、はい、最初盛り上がってるかって言って俺だけイエーってやってるけど、はい、誰ももうやってるんですよ。一人ぼっちせーみたいな。なんか国分がゴチになりますって言ったら1万人がゴチになりますって言うねん。またその時も俺だけずーっとゴチになりますって本家がもっといいね、もっといいね。あんた首ですよ。あ、まあまあね。さあそれではゲストをご紹介しましょう。サマーズのお二人です。どうぞ。はい、どうも。どうも。どこまでですどこまでですブーン。これハエかよ。ハエじゃないよ。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、若手のフリスのやめてください。三菱モータースの提供でお送りします。中堅ベテランです、うん、とりあえず、うんうん、どうしていく。いやいや、それから進路相談なんだ。どうしたいの。カン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 モン。なんでね、うん、途中から急に、うんうんうん、若手っぽくなったんですか。なんか多分名前変わって自然にだろうね。自然になんかだって出のギャグとかやらされるわけですよ。そうありえなかったわけじゃないですか。春なのにサマーズこんなん。ああ、ね、復帰なだけやってなかった。そうだね。そうですよね。ある種勇気を与えてくれた。ええ年になってきてなかなかね。ないないない。でもほんまに名前変えてよかったっすね。うんうん、サマーズになってからもうドーンですやん。たまたまね。だから俺全部の大体の取材で言ってるんだよ、はい、そのきっかけだとか聞かれるじゃん。サマーズになってよかったですね、はい、いやそうじゃないんだと、ナイナイがラジオでずっと三村つくんのそのサマーズになるもう 3,4 年前からやっててバカルディ時代から、うん、で岡村がオンエアで使っても全部編集で切られるんだと、はい、三村つくんがそれ岡村がわざわざ俺に知らせるとそうそう三村さんのねあのモノマネとかやるんですけどねオンエアで全部変わってない。三村さんなんでですかねって知らねえよお前。そう。そんな何年もが本人に聞いたらあかんわな。僕はその都度それバカルディの三村さんやがなって、うんうんうん、ちゃんと説明してるんですけど、うん、カットなんですよね。だからいいよ今丁寧にまた言わないで丸々カットらしい。